大声は、中華民国の政治家、軍人、ジャーナリスト、中華民国維新政府の要人である、早稲田大学政治家を卒業。帰国後は、ジャーナリストとなり、北京国風日報編集主任、正義日報社社長などを務める。その後、国民軍、第二軍中古弁事書所長長、国民革命軍、第二十軍副軍長権政治部主任、国民政府総参議代表、 中日経済研究会委員を歴任した。中華民国維新政府が成立した1938年3月、王子めは実業部部長に任命された。同年12月に訪日したが、翌年6月には早くも実業部長を違反退職してしまう。この点について、高正規側近、カーリトクの解雇によれば、王子めは顔通して、あなたの連携を深めており、 実業部長辞職も穴の示唆によるものとされる。これ以後、王子恵は、交渉期の代理人として、東京で日本との秘密和平工作に従事した。王はもともと、畑春緑と密接な関係があったとされる。さらに1940年4月頃からは、王は、板垣聖司郎とも交渉を持ち、板垣から具体的な和平案の項目を提示されたという。しかし結局、 交渉は1940年中に決裂したとされる。ただし、王子恵の和平工作については、かありとくも交渉の詳細、時期など、不明な点が多いとしている。また、家自身が1944年9月に松本茂春の紹介で日本側の人物と上海で接触した際、その人物から板垣による和平案の存在そのものを否定されたという。 終戦後の1949年頃に、王子恵は中華民国代表部の一員として来日したが、翌年春には政治活動から手を引き、そのまま日本に在住している。ところが1957年10月31日、王は海外融資話をでっち上げ、兵庫県の成功会社の経理担当などから7億円を騙し取ったとして、詐欺で検挙された。 この時に王は相当紹介石の特使を自称したという、逮捕された王子め組の処遇やその後の行方は不詳である。ありがとうございます。